東京ヴェルディは前半の得点がリーグで2番目に多いんですが、失点も多くリーグワースト、まあ、波がある前半なんですが、しかしここはディフェンダーが踏ん張って、守備が踏ん張って0点に抑えました。縦に仕掛ける、勝負する長谷川、深いところからマイナスのクロスか、押し込んでゴール決まった。山根移籍後初ゴール。田村が入りますね。フォーバックにしてくるかもしれませんか。ああ、なるほど。どうなんでしょう。若さに変えて田村ですね。2枚目カードを切ってきます。東京ヴェルディ。今日は初先発でした18歳の森田に変えて梶川が入ります。そして中へ。このスルーパスが通る。いいパスが取った。ブロックした広い。林のシュートでした。利き足。いいスルーパスが通りましたね。今ね。惜しいシーンでした。素晴らしいスルーパスですね。やはり梶川選手からですよね。はい、あ、そうですね、はい、このように寄ってきますね。ここからどういうチラシを見せるかですね。そうですね、梶川と井上志音、はい、やはりこううまく、あ、ここうまく絡んでますね。そして永田のクロス、いいクロスが入る。ヘディング決まった。同点ゴール、林の同点ゴール。さすが金沢キラー。ここでも本領発揮、林。前回に続いてトータル3点目の林。いいですね。ここでピンポイントで決めてくるんですよね、この選手は。ちょっとマークがつききれなかったですね、金沢選手。よくやはりこう、しっかりこう枠に入れて、本当金沢キラーですね。このパスが通る、金子のシュートを弾いたところ流し込んだが、これは東京ヴェルディゴールを割らせません。いや、最後金子ハード、よく上熊本も触ったので、それでこうゴールさせませんでしたよ ね。さあ、怪我明けのこの出場になります渡辺浩太。まだある、右にアタック、長谷川狙った、ディフレクションでコーナーキック。いや、田村よく足を出しましたね。素晴らしいディフェンスですね。そうですね、お互いこれはもう何としてでも勝ち点3は、ね、取りたいですよね。渡辺前向きましたよ。さあ、日本代表渡辺浩太、左サイド永田の、これはシュートだったか、思い切って狙ってきました。身を乗り出します、ギャリー・ジョン・ホワイト監督。アンダースローでボールを渡しますが、ここで主審の笛。まあ、両チーム本当に死力を尽くしたゲームだったんですが、お互い1対1、勝ち越すことはできませんでした。1対1、ドローに終わった試合でした。